キクローゼン整理第51回、来客用の高級食器、自分で使って日常を彩る。質問です。最近来客用の食器を使うような来客がありましたか？公園での反応はほとんどありませんで、クスクスと笑いが起こります。続けて問います。では来客があったのは何年前ですか？ここで考え込んで覚えてないとなります。つまり何年も来客用の食器を使っていない、飾ってあるだけのようです。これこそもったいないと思いませんか？また日常生活でよく使っているのは漫画の書いたコップやおまけのお皿ではありませんか？と聞くと苦笑しながら、そうそうとなります。おまけの皿やコップが悪いとは言いませんが、せっかくクリスタルの素敵なグラスや磁器のティーセット、お皿などがあるのなら日常生活を豊かにするために使いませんか？高級ワインでなくてもカットの入ったグラスに入れて味わうと、なんだかいつもより美味しいと感じるかもしれません。このような来客用の食器が眠っているのは、腫れと毛の区別がなくなってきたからです。腫れと毛は非日常と日常、公と私とも言えるかもしれません。正月や結婚式には晴れ着を着る、どこかへ出かける外出着、つまりよそ行きと普段着る服は違うものでした。同じように来客用の食器と日常使いの食器も分けていました。またこの時代は今のように外食のできる店が少なかったし、来客は家でもてなすのが当たり前でした。その名残の食器が今も飾られているのです。しかし来客がなくても家族で気軽に外食をする機会が増え、暮らしも変わりました。来客は外の店でもてなすようになったにもかかわらず、来客用の食器はそのままになっている。もうお分かりですね。ここで一度棚卸しをしましょう。グラスだけでなくお皿も出して使いましょう。お皿を変えれば料理の見え方も変わり、気分も変わるかもしれません。他には、旧家で法事や結婚式のための足つき銘銘膳や食器のセットが何十脚と蔵に眠っている。もう使うことがないのでどうすればよいかという相談があります。このようなまとまったものを家族で使うのは無理ですね。まず友人、知人、飲食店主などに声をかけてみる。希望者がなければ、このような品を扱っている小道具と業者に相談してみてください。その場合、値段のつくものとつかないものがあります。また、そんなに安いのかとがっかりされるかもしれません。安くても引き取ってもらい、誰かの役に立てば、というくらいの気持ちで手放されるのが良いかもしれません。第51回キクローゼン整理終わります。次回をお楽しみに。